クレスベルクは、ドイツビュールテンベルク州北東部シュベービッシュハル群に、属す、マチソン。クレスベルクは、クライルスハイムと、フォイヒトバンゲンとの中間に位置する。クレスベルクは、33の集落からなる。バルトタン、マルクトルステナウ、マリエカペル、ロイカースハウゼン、ベルクブロン、ベルガーツホーフェン、ビュステナウ、リーゲルバッハ、レツバイラー、シュテイゲンホーフ。 シュバルツェンホルプ、ホーエンベルク、ゼルゲンシュタット、フェッチェンホーフ、オーバーシュテルツハウゼン、ウンターシュテルツハウゼン、テンペルホーフ、ホーエンクレスベルク、ガイスビュール、シェーンブロン、ブロイナースベルク、ハルデン、フェーレンベルク、ルッパースバッハ、アスバッハ、ハーゼルホーフ、バイトマンスベルク、ミシュトラウ、ノイハウス、ジクセンホーフ、ルドルフスベルク、シェーンミューレ、ロートミューレ、 クレスベルクには同盟の集落がない。近隣ではフィヒテナウやフランケンハルトが同様の例である。クレスベルクに隣接する市町村は南から時計回りにフィヒテナウ、クライルスハイム、ザッテルドルフ、シュネルドルフ、フォイヒトバンゲン、リンケルスビュール現在のクレスベルクの地域に最初の入植が行われたのは7世紀から9世紀の間である。 現在の長域を持つ自治体のクレスベルクは1973年1月1日にそれまで独立した自治体であったバルトタン、マルクトルステナウ、マリエカペル、ロイカースハウゼンが合併して成立した。ありがとうございます。